なるみりこ。1992年8月18日生まれ。出身地、神奈川県。身長、163センチ。血液型、大型。俳優の藤原達也さんとなるみりこさんが、ドラマ、海底の君へ、でのエピソードを語っています。劇中でなるみさんと藤原さんが海に飛び込むシーンがあり、なるみさんは、 やらないと帰れないと言い聞かせて泣きそうでした、と振り返りました。最初に鳴海さんが飛び込み、続けて藤原さんが鳴海さんを助けるために、海に入るという場面で、鳴海さんは、藤原さんが先だったら追いかけるしかない。自分から飛び込むのは緊張していて、と返そう。テストもなく、本番一回の撮影で、ためらいなく飛び込んだ鳴海さんについて、藤原さんは、女優さんはたくましい、と感心。 しかし、藤原さんは海に飛び込んだ成美さんを支えないといけなかったが、リコちゃんが役なのか、僕を推すんです。それが大変で、もがき苦しんでいた、と暴露すると、成美さんは赤面。ドラマは、いじめを考えるキャンペーンの一環として企画された作品。中学時代にいじめられていた主人公は、30歳を前にしても心に傷を負い。 なるみさん演じる女性と関係を深め、過去と向き合おうと決意するが、かつて彼をいじめていた人間と会い、近々開催される同窓会で、ある計画を実行することを思い立つ、というストーリー。こういう作品だからこそ多くの人に見てもらいたい、といい、何も考えず、テレビの前でじっと見て次に進むきっかけとか、多少思ってもらえればいい、と語りました。